湘南白百合学園中学高等学校は神奈川県藤沢市辺セメ白山に所在し小中高一貫教育を提供する完全中高一貫校。シャルトルセイパウロ修道助会により1936年に設立された野義幼稚園を前進とし、1938年野義高等女学校開校、現在の湘南白百合学園中学高等学校となる。 1979年に現在地の片瀬目次郎山に移転する。江ノ島と相模湾、富士山までを一望できる片瀬山の高台に、深い自然の緑に囲まれた教育環境を形成している。中高一貫校であるが、別の高校に進学する生徒もいる。その内訳としては、併設小学校からの進学者が多いが、中学受験者も少数ながらいる。 独身なカトリック社として、講師ともに、著名な山本の部次郎のアッセンと講演とにより、時の日本管区長メールアンジュマリアが1936年9月13日、湘南片瀬に土地を購入し、修道院と幼稚園とを創設した。1938年、野木高等女学校の設置認可が与えられ、スールジョゼフィンドユサクレキュールを校長として、 学校教育への参画を果たす。1942年、野木高等女学校にほど近い庭園付け、日本家屋の別荘が一修道所の家族から、付属家屋と共に寄贈され、これを寄宿舎にあて、生徒の便宜を図った。後に、ナザレトと称されるこの寄宿舎は、年老いたスールたちが、使徒的活動の前線から引退して、祈りと犠牲とによる生殖に余生を過ごす。 休息の家の土台となった。カトリックの学校であり、毎日の朝礼時のほか、入学式や卒業式、6月の音楽コンクールや学園記念ミサ、11月の収容会、12月のクリスマスミサ、3月の卒業ミサでは、お祈りをしたり聖歌を歌ったりする。マリア・ホール、ステラ・マリス、アンジェルなど、カトリック独特の教室名、ホール名がある。 クリスマスの校内の装飾は、ホームルーム委員会クリスマス委員が行う。一部の委員会や部活は、姉妹校とも交流があり、ホームルーム委員会は、ビデオレターを送り合う習慣がある。クラスは桜組、菊組、梅組、ゆり組と花の名前である。各クラス40から50名程度。毎年クラス替えがあるが、高2高3は、クラス替えをせず、担任も変わらない。 希望進路別にクラス分けが行われることはない。必修の英語、数学に関しては中学3年生より修熟度別のクラスに分けられる。高校2年生から選択科目の科学、生物、古典、日本史なども選択人数によっては修熟度別のクラスに分けられる。高校2年の秋からは放課後に受験対策講座という名の歩行が開かれる科目もある。 高校3年生の1学期終了後、夏休み初期は多くの科目で歩行が行われ、選択科目の歩行は基本的に受講必須である。成績は10段階評価で付けられる。原則、高校1年生の1学期の時点で数学の評価が8以上でないと理系には進むことができない。また同様に、数学の評価が7以上でないと、国公立文系に進むことができない。 高校は全体的に私立文系にとって充実したカリキュラムとなっている。毎学期終了時に担任との個別面談がある。主に中学生は学校の成績、学校生活について、高校生は学校の成績のほか、学校で受験する河合塾や寸大、ベネッセの模擬試験の結果や進度についての面談となる。毎年夏には担任と保護者の面談もある。 一学期中間試験ごとに学期中間試験後の年に回、各学年の保護者会が行われる。保護者会では、学年主任、各クラス担任、副担任が、生活態度、成績等について保護者らにフィードバックを行う。高校三年生は一学期終了時の面接で、受験の方式を、ある程度固める。高校三年生夏休み明けに指定高推薦の、大学名。 学部名、募集人数等が教室に貼り出される。校則が細かい。髪型はポニーテールツインテールか、お下げ、肩につかない程度のおかっぱのみとされている。授業中はタブリエというエプロンか、ブルーズというコーナー意義を着なければならない。スカートは、湿気丈が望ましいとされる。学校帰りに制服のまま、店などに立ち寄ることは禁止されている。 学習塾や習い事にやむを得ず、学校から直接向かわなければならない場合、学校に届け出て、許可を得れば、立ち寄りは可能である。2005年より、学校に携帯電話を持っていくことができるようになったが、朝礼時に預けて、修礼時に返却される。通学中は緊急時以外使用禁止で、校内で預けていないことや授業中、休み時間。 通学中等に使用していることが発覚した場合、反省文を提出しなければならない。携帯電話に限らず、後期を乱した者は先生に呼び出され、場合によっては、反省文の提出を求められ、保護者が学校に呼び出されることもある。生徒会はなく、代わりに、ホームルーム委員会が存在する。ホームルーム委員は各クラスから4名ずつ選挙、または立候補により決まる。 その他の委員会は、毎年各クラスで希望者が加入する。聖ポーロ祭実行委員に関しては、希望者の中から、学年全員の選挙によって選ばれる。学校行事は、入学式、体育大会、音楽コンクール、ミサ、旅行、聖ポーロ祭、球技大会、送別会、卒業式などである。給食は出ないためお弁当を持参する必要があるが、 ほぼ毎日パンの販売がある。校内にはパンブリックパックペットボトルの自販機も設置されている。2011年には白百合ホールが立ち、ステンドグラスとドンチョウは卒業生のデザインにしたものである。現在、中庭に展望台を作る計画が進行中である。部活動、委員会は中学生、高校生一緒に活動する。部活は 1> 中1の1学期中間テスト後に入部し、多くの部活が、高2の秋の文化祭後に引退となる。そのため、高校1年生の秋に、部長、副部長、会計などの役職の引き継ぎを行う。高校生からしか入れない、同好会もある。学校付近からは JR、小田急藤沢駅行きのバス、JR 大船駅行,行きの湘南モノレールが出ている。また少し歩くが、 江ノ島電鉄の江ノ島駅や小田急江ノ島線、片瀬江ノ島駅を利用する生徒も多い。東港時、月港時は湘南モノレールが満員状態となることもある。自宅の最寄り駅から自宅までは自転車を使うことも可能である。ありがとうございます。